皆さんとても優しくて、何か困っていることがあったら助けてくださったり、ちゃんと私のことを見てくれているんだなと分かったときは嬉しくなります。非常にまあアットホームで、まあ、あの仲のいい雰囲気だと思います。で、あの仕事をしてて、であの、まあ、何かあった時にいろいろ言ってくださるので、まあ、後輩たちもその仕事で返そうかなっていうふうに思えるような、そのいい雰囲気もまで、あの仕事に対してもまあ頑張れるような、まああのいい会社だと思います。女性は本当にみんな優しい方が多くて、であの結構相談とかも乗ってくれる方とか先輩とか上司とかいらっしゃって、で後輩もすごいあの明るい子とか、あの率先して先輩にあの何かやることありますかっていう感じで聞いてくれる子が多くって、女性としてもあの働きやすい環境かなっていうのは感じます。女性社員が少ない分、その研修とかで一緒に協力し合えるっていう空間がすごいいいなって思いました。本に関してはですね、あのとにかく海外に興味がある人、それから英語が堪能である方、そういった方を募集しております。非常に海外に行く機会も多いと思いますし、海外のお客さんと接する機会も多いと思いますので、そういったその海外に興味ある方を第一に希望しております。振り向けば社長がいる会社ですので、ぜひ一度会社説明会に来ていただいて、少しでも奥谷かなみのことを感じ取っていただけたらなと思います。奥谷かなみは一人一人が考えて新しいことに挑戦し、難しいことに取り組んでいくっていうのを、まあ、目標としている会社です。まあ、あの一緒にその難しいことを乗り越えていって考えながら、同じような達成感とか、挑戦して成功した時の喜びっていうのを分かち合えるような人と、一緒に働きたいなと思っています。奥谷金網はパンチングメタルとか金網とかそういう製品扱ってるんですけど、みんな今ここにいる社員ほとんどもう未経験で、何も知らない知識ゼロの状態から入ってる方がほとんどなので、何も不安に思わずに、みんなで一緒に成長していきたいなって思うので、あの一緒に頑張っていきましょう。今現在奥谷金網は125周年を迎えまして、まあ、さらに200年300年続けていこうと、まあ、みんなで頑張っていますので、ぜひ一緒に頑張っていただければなと思います。